やねん。なんだってこれでいかがでしょうか。本当にタモリが言ってたけど本当にびっくりした時声は出ないって言ってた。ちゅうことで今後もうちの今後も噂のミツバちゃんよろしく頼むで。そういうことだ俺が言いたかったのは。あワイはリピーターや。今カイジのふ、うん、船木がいたら船木があいつ船木だろ。お前ミツバちゃんじゃねえや。誰だルージュって可愛らしい名前つけやがって。ワイはそのリピーターや。今俺船木の声似てなかった。船木に船井だ。ワイはそのリピーターや。カイジャン珍しいものを持ってる。何を持ってる。今これ今あれとあれじゃなかった。クギュウじゃなかった。ゲルド族の王様ルージュ様の御前であるぞ。用があるならそこから申すがよい。うん、まあそう凄むなビューラ。この者はただの旅人ではないようだからの王か。神獣に乗り込みたい。ナボリスに乗り込みたいだと。あれを制御できるのはウルボザ様と同じく英傑と呼ばれる者だけ。しかも皆100年前の大厄災で命を落とされている。何をバカなこと、うん、いや待てビューラ。いかにもその英傑が私です。神様がカカ様が言っていた。100年前ハイラルの姫が倒れた剣士を眠りにつかせた。ハイリアの英傑は伝説の剣を携えていたと聞きます。この者はそれらしきものを持っていないようですか。これかいボロン。ジョーちゃんたちは見たことがないよな。女の園だからな。これがその伝説の剣だボロン。確か大魔の剣と言ったか。ハイラルの姫が深い森の中に封印したと聞いているが。いい同人書けそうだなこいつらとな。これがその大魔の剣だボロンって。でこのルージュがさ、ビューラな旅人の腰についている木のことは何ぞやビューラー。姫様私は聞いたことがあります。母様に聞いたこと、カカ様に聞いたことがありますみたいな、そういう展開。希望の腰についているあれは金玉袋でございます。金玉袋。チコよれリンク。ほうこれが金玉袋かってリンクが、はあそこは触っちゃダメみたいな。おこれ取るわ。おめえはこの同人よ、俺より先に書いたやつ言ったらマジパクリだからな。そこまでお前俺書いたんだからよ。お前パクんじゃねえぞ。まさか貴様はボーイねばならんが。週刊少年ジュンプの人気連載。我々だけではあれを沈めることはできる。あれ我々私ではあれを沈めることはできるのか。お前が英傑というのであれば中に入りナボリスを沈めてきてくれるか。この辺の文言もちゃんと使ったな。中に入りナボリス、私の中に入りナボリスを沈めてきてくれぬか。しかしまだそう